やあみんな、私はかよわき生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースに所属しているウルトラマンリブットだ。同じくソラです。今日は我々ギャラクシーレスキューフォースの日常や秘密を少しだけ覗いていってもらおうと思う。ゆっくり楽しんでいってくださいね。うん。今だ、ポッコラ。うん。えい。よし、やったか。まだだ。フォローするぜ。行け、ノーバー。助かる。一旦体勢を立て直し、連携を確認するぞ。了解。疲れた。休憩休憩。僕も行く。お、おごってくれんの、ポッコラ先生。やだよ。っていうか子供にたかって恥ずかしくないの？ RB のおじさん。うるへえ。よし、それじゃあ少し休憩し、次は高重力惑星のセッティングで連携の訓練を行う。フォーメーションは G の7だ。鬼教官。生真面目大臣。わかったわかった。軽口を叩く暇があったら体を休めろ。どんな感じ？だいぶいいよ。お互いの手の内が馴染んできている。最終的には言葉を交わさず、その場の判断で連携を取れることが理想だが、このまま行けばそう遠くないんじゃない？二人とも文句を言いながら楽しそうだもの。だといいんだけどね。でも一番楽しそうなのはあなたね、リブット。そうかい？そうよ。まあ確かに他ではなかなか経験できないよな。異なる種族と連携して戦うのってギャラクシーレスキューフォースならではだよ。本当にいろんなメンバーが集まってるものね。こうやって多種多様な個性が集まって、その個性を認め合って一つのことを成していく、一つの理想だと思うよ。そうね。みんなが同じ思いかどうかはわからないけどね。大丈夫よ。ほら、よっしゃ、休憩終わり。 G の7ってことは俺がフォワードだよな。違うよ。 G の7はおじさんは後衛、僕とリブット兄ちゃんが前衛でしょ。覚えてよ、いい加減。何を生意気やがって。おいリブット、何ボサッとしてやがんだ。早くやるぞ。俺の実力をこのクリクリ坊主に分からせる必要がある。はいはい。よし、やるか。頑張ってね、みんな。